6センチ待ちのパイカラ巾着袋の作り方です。裏側には裏地付きになっています。体操服などを入れるサイズです。出来上がりサイズは横が35センチで縦が40センチ、待ちが6センチです。材料はこちらです。表布は2枚で38×30センチ、表の下が 38×32センチ、下は1枚です。裏布が 38×45センチ が2枚です。紐は80センチを2本用意します。下をつなぎます。中表に合わせて内側が表になるようにします。1センチの縫い代で縫って、反対側も合わせて1センチの縫い代で縫います。反対側も同じようにつけました。表布の上端と裏布を合わせて1センチの縫い代で縫います。反対にももう1枚を合わせて1センチの縫い代で縫います。縫い代を開いてアイロンを当てておきます。このようにつなぎました。表を内側にして裏布の端を合わせて留めます。真ん中の切り替えから4センチずつのところに印をつけます。反対側にも同じように印をつけます。裏布の下の方に10センチの返し口をつけます。返し口と紐通し口を開けて周りを縫います。縫い代は横が 1.5 センチ、底が1センチです。横は 1.5 センチ、8センチ開けて裏布に10センチの返し口を開けて縫いました。裏布の底は1センチの縫い代で縫っています。縫い代を開いてアイロンを当てます。真ん中から3センチ、6センチのまちを縫います。全部の角を同じように縫います。縫い代を1センチぐらい残してカットしておきます。返し口のところから表に返します。返し口のとこは縫い閉じておきます。裏布を表布の中に入れます。切り替えを揃えてクリップで留めます。上端にアイロンを当てておきます。上端
端から1センチと上端から4センチを縫います。紐を通して出来上がりです。